はい、皆さんこんばんは、サイテーマンです。無双スターズやっていきたいと思います。今回はね、彼方より来たりし者、仲間集めですね、いきたいと思います。遥かなる時の中でのキャラクターだと思います ね。さて、もう少しで村に着くね。なんかね、村って言ってもこいつが言うとなんかすごいおしゃれな村に着くみたいな雰囲気ですけど、普通に鳥居がありますよね。この村の料理は一体どんな味なんだろう。食べるのが楽しみだね。楽しみだよと。フランス料理じゃないんだぞ。てか、戦始まんのに。ダリウスを使えんのかな。ダリウス前回使ったんですよね。なんで、今回は、ショーン、久しぶりに使おうか。あ、そうだ。プラフタですね。前回仲間にしたプラフタ使いましょう。私の力をお見せしましょうっていうことでね、行きたいと思います。プラフタ全く使ったことがないので、どういう動きをするのかと確かめつつ行きたいと思います。皆さんお待ちかねのプラフタ使っていきましょうか。ヒーローカードはもちろん持っていないということで、これで行きたいと思います。さあ、どんなキャラクターが仲間になるのか非常に楽しみですよ。行こうか。村は、おお、飛んでる。すげえ。どんな料理でもてなしてくれるのか。今のが通常4撃です。チャージ1がこれですね。山賊いつも機嫌悪いじゃないか。こんなところに山賊がいるなんて。ほほほほ、いいね。先を急ごう。いや、空飛んでるっていうのがなんかいいですね。なんか信長が確か飛べたんですよね、空。無双尺を取るぞ。無双を使うとこの名もなき山賊副長あたりが尺を使うぞ。尺を使っていいはずがないぞ、お前ごときが。これがチャージ4ですね。強い。あ、強いね、プラフター。プラフターいいよ。あとこれ飛んでんのがすごい。なんか信長は飛んでましたけどね。なんかこの時代背景に合わない。近未来から来たみたいな時代背景に合ってないな。おー、いいですね。で、メンバー使うと、あとにメンバーでよく動かすと。余裕だぞ。爽快感っていうのがやっぱありますよ。日頃のね、イライラしてむしゃくしゃしていることとかありますよね。僕もありますよ。この前ですよ、任天堂スイッチを、本体を買いに行った時の話なんですけど、予約してたんですね、任天堂スイッチを。で、僕は色が2種類あるじゃないですか、任天堂スイッチの本体って。コントローラーの色なんですけど、コントローラーの色で青とオレンジのやつと両方ブラウンのやつの2種類色があるんですけど、僕青とオレンジのやつが良かったんですね。また無双使ったあいつのやつが良かったんですね。でも数日前に、2ヶ月ぐらい前から俺予約、2ヶ月は言い過ぎか、1ヶ月ぐらい前から予約してたんですね。で、ブラウンの方しかないっていうので、もうどこも品切れで、ブラウンの方しかないっていうのでブラウンの方を予約したんですよ。で、本当は青とオレンジのやつが良かったんですけど、村長と合流しよう、良かったんですけど、で、当日取りに行ったら普通にあってですね。大丈夫、食払ったら食事にしよう。追い払ったら食事にしよう。食事にしよう。実はかわいそうな腹ペコのお嬢さんに用意していた料理をあげてしまったんじゃ。予備の食材もあったんじゃ。山賊に奪われてしまって料理ができんと。料理ができん。そんな重要視してないけどね、料理。それはひどいな。なんだで、欲しかったんですけど、で、当日行ったらあったんですよ、両方色。なんで、僕、ブラウン予約してたんですけど、山賊がたくさんいた。ということは、
オレンジと青に変えてくれみたいなこと言ったんですよ。あるから取り返してあげよう。その腹ペコのお嬢さんにも、腹ペコのお嬢さんにも会ってみたいしね。で取り替えてくれって言ったら、いやダメです、予約してあるものなんで、いや誰も予約してないものが店頭にあるから変えてくれるだけでいいじゃないですか、ダメですって言われて意味が分からなかったですね。多分完全に何なのかな、マニュアルとかなんでしょうね。まあその店員さんは悪くないんでしょうけど、本体横にあるから変えてくれればよかったんですけど、まあまあ今はブラウンでもね、で、まあ、最近は愛着湧いてきてますけどねっていう、まあ任天堂スイッチの話をプレステ4のゲームでやるっていう、拠点ボス出た、さっきのあのイベントでなんか言ってましたよね、ダリウスが。要はあの料理の食材を奪われてしまったからそれを取り返せってことですよね。でその道中に可愛いお嬢さんがいると、それをナンパしに行こうぜっていう、そういうあれですよね。二段ジャンプとかできないよね、さすがにできないですよね。こいつはいいもんいただいた、今日はごちそうだぜ。北斗の拳にいたぞそういうやつ。宝物拠点は制圧すると戦闘後の獲得金額、ああなるほどね、北斗の拳にいましたよ。水奪って何、輸送兵らの撤退を少し失敗した、なんかある村から水奪って俺たちのもんだって、それをちょっと思い出しました今。あここ宝物拠点だから、皆さんそろそろ見たいでしょう、無双技お見せしましょう。これが私の錬金術です。ソフィー弱いのにこの子すごい強い。この手2つ出てるのでちょっと思い出したんですけど、デスタンウォーだったかな、本体確かデスタンウォーじゃないか、ラボスか、ラボスが確かね、本体が確かコアの方というか、なんか左右出てて、その丸い物体がそっちの方が本体っていう、なんかありましたよ。本体だと思ってたやつが実は違う方でっていう、なんかそういうのを思い出しました。だから実はこの子の本体、この右腕か左腕なのかもしれない、もしかしたら。何をやれて、食材の奪還か、はいはいはい。ちょっと話に夢中になりすぎた、もうこういう雑魚的に構っててもしょうがないんで、行きたいと思います。さあ食材、あいたいたいた、輸送兵撤退開始、俺の顔見たら撤退開始、どういうこと、逃げとけばよかったと思うんですけど、逃げとけば、取り返せたね、他のものも取り戻そう。 OK、他のものも取り戻すよ。さあこの BGM は何かの、何の BGM だろうな、なんか無双じゃないテクモのゲームの BGM、 なんかサントラとかすごいことになるでしょうね。無双スターズのサントラがもし発売されるとかになれば、豪栄テクモのゲームほぼ網羅できるみたいな、全てのサントラ買う必要ないみたいな、とても美味しそうです、無双スターズのサントラ買っとけば光栄テクモの音楽すべて制覇できるみたいな。ここで食べるとしましょう。ここで食うの、奪い返した食材でもう料理を作ってくれたのかな、謎の腹ペコお嬢さんと接触せよ。はい、謎の腹ペコお嬢さんに接触しに行きましょうか。どんな食いしん坊の太ったねやつがいるのかなと。いい香りです、腹ペコが限界であると認めます、早く食べましょう、そうしましょう。可憐な乙女の食事を邪魔するとは
き物ですね。激鉄を起こします。困った腹ペコお嬢さんが、はい、かわいいと、いい子だからその物騒なものをしまって。最優先指令と認めます。ほろ、私がおとなしく食べ物を渡すと思いますか。お、邪魔者は全力で排除します。なるほど、可愛いんですけど、武装に出てくるキャラクターって毎回美男美女ばっかりですよね。待って、なんか撃ってる。完全にこれ孫一っぽいあれですよ。多分これ孫一を型番にしてるな。武装に出てくるキャラクターってみんな美男美女ばっかりじゃないですか。猿って呼ばれてた秀吉ですらかっこいいですからね。うん、猿じゃないんかいっていう。撃破しました。落ち着いて、俺たちは、まあ、そっちの方が売れますからね。食材を集めているだけ、まあ、バサラとかよりは。一緒にどうかな。もっと美食を楽しまない。バサラとかよりはまだ魅力的な提案であると認めます。一緒に行きましょう。そうしましょう。また個性的なキャラクターが、俺たちの腹も満たしてもらおうぜ。山賊棟梁を撃破するようですね。さっきの山賊の仲間か。村長が危ない。助けに行こう。助けに行こう。村長が提案があります。ああ、もったいないですが食材をお取りにしましょう。何、私が食材とともに敵を引きつけます。その間に村長の安全を確保してください。はははその提案、いい判断だと思います。腹が減っては戦はできません。少しだけ食べておきましょう。なるほど。食材のまま食べてしまうのかい。手間をかけてこその食事なのに。まあまあね。山賊の皆さん、美味しそうな食材はここに。私が食べても良いですか。ダメに決まってんだろう。やっぱりな。フォローが引きつけてくれている間に山賊棟梁を倒すと。ウソヘイル。腹ペコのお嬢さん、君も違う世界から来たのかな。興奮します。気がついたらここにいました。はは。私はモノノフ、鬼を撃つものです。モノノフ。でもそれ以外の記憶はありません。現在自分探しの真っ最中です。また謎なキャラが仲間に入りましたね。鬼を撃つか。普通なキャラクターがここまで超運しかいないんですよ。せっかく奪った食材が。よく大丈夫ね。全部返せとは言わない。いや、人の分を返してダメだ。全部返せ。好きにしていいよ。なんて優しい方なんだ。俺、あんたに協力します。いや、全部返せ。輸送兵改心した。俺倒しちゃったけどね。全部返せとは言わない。村の人の分を返してくれたら好きにしていいよ。なんて優しい方なんだ。俺、あんたに協力します。はい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 。じゃあ次回あの子を使うタロスだったっけ、なんだっけ。あの子を使うことになると思いますが。村長に頼んで君たちの分も作ってもらうよ。てかこの謎設定何なんですか。この食い物やばい。村長やばい、やば。これ村長死んだらゲームオーバーじゃないですか。村長の身の安全は確保できたね。やばいやばい。あとは山賊の親玉を懲らしめる。ちょっと村長がやばいんで、そこ倒しに行きましょう。助かります。ちょっとやばい、村長やばい。村長、食材が、もっと安全なとこ避難しといてよ。元気100倍です。なんで面白いのか分かったんですよ。あのフォローがなんかすごい中性的なっていうか、ベルバラみたいな顔してんのに、腹が減ってはとか、腹が減っては戦はとか、
生で最も幸福なひとときである。倒す。山賊が美食家で何が悪い。別に悪いとは言ってないが、奪うのが悪いと言ってる。うまくいったぜ。山賊が美食家で何が悪い。ある人を思い出したよ。はい。と狙撃手の友達がいたのですね。どんな銃を使っていたのですか。可愛い短銃だよ。でも俺の心に大きな穴を開けてくれて。俺の心に大きな穴を開けてくれて。残念なお知らせだよ。取り戻した食材だけど、戦いの最中に傷んでしまったようだね。問題ありません。俺苦手だなあいつ。旬の食材の調達を依頼済みです。すぐに食材が来るでしょう。そしたらバリバリ食べましょう。バリバリ食べましょうとかね。あの顔で巨長みたいなやつが言うんだったらわかるんですけど、もう巨長用にこのイベント用意すべきだったよな。まあそういうキャラなんでしょうね。はるかなる時の中で僕やってないんでわからないんですけど、とりあえずお互い無事でよかったね。腹ペコのお嬢さん、そろそろ名前を教えてくれるかな。ええ。そういえば山賊退治に夢中で名乗っていませんでしたね。私はフォローよろしくお願いします。この子ね、すごくスタイルがいい。おっぱいがすごく大きいですね。俺はダリウス、君と同じくこの異世界に迷い込んでしまってね、元の世界に帰るために戦っているんだけど、よかったら俺と一緒に来ないかい。君は腕も立つし仲間も喜んでくれると思う。魅力的な提案です。ですがもう少し時間をいただけますか。急に信頼してくれというのも無理な話だ。いやこれご飯食べるんでしょどうせ。私は腹ペコの英雄様は約束通り新鮮な食材をお届けに参りやした。どうかこれで勘弁してください。これでを待っていました。私たちの出会いと旅立ちを祝して村長の絶品手料理をいただきましょう。俺としたことが本来の目的を忘れていたよ。まず何事も楽しく食事をしてからだ。リョフ、なんか一言言ってくれ。リョフがこのイベントに関して何か一言言ってくれ。無理だよな。フォローもこの世界に来ていたとは驚いたよ。君がいれば百人力だ。これから頼みにさせてくれ。その通りです。あ、フォローって陶器伝のキャラクターか。それはこちらのセリフです。おうか、力を合わせて戦い、歌方の里へ華々しく帰還しましょう。あ、陶器伝のキャラクターか。あ、よろしく頼むフォロー。あ、陶器伝のキャラクターでしたね。ずっと勘違いしてました。じゃああいつとなんでやったら悪絡みしてたんだ。あ、鬼を撃つとか言ってるから、そうですね、モノフの一人って言ってるんで陶器伝のキャラクターですね。プラフタ、プラフタ、記憶喪失の人間が記憶を取り戻すきっかけは何だと思いますか。きっかけですか。本などでよく見かけるのは頭への衝撃でしょうか。若干キャラクターかぶってないこの二人。そういえばあなたも以前の記憶がないのでした ね。不安になることもあると思いますが、私でよければ力になりますと。ありがとう。それは頼もしいですね。ありがとうございます、プラフタ。あなたに提案したいことがあったのです。私についてきてもらえますか。記憶と真実、メインストーリーの記憶と真実が出ましたね。また山賊が暴れているようです。いかがいたしましょう。とりあえずキャラクターを仲間にしに行くが、カラクリの勇者っていうの出たな。これもキャラクターですか。これも新キャラっぽいですね。でメインストーリーもしくは新キャラを獲得しに行くみたいなことを次回パートでやっていこうと思います。次回はね、さっき獲得した桜花伝の、キャラクターを使っていこうかなと思っております。ということで一旦この辺でまたこのパート切りたいなと思います。次回ね、新キャラクターとどんどんね、毎枠毎枠で新キャラクター使えてるみたいな状態になっているので、また実況していけたらなと思います。ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。